味噌汁笑顔。おはようございます。おはようございます。おはよう。お疲れです。おはようございます。おはようございます。はじめまして、佐藤さん。お願いします。2回目です。僕はおまっすもう一回見えてみたい。4分違うかな。全然声かけてください。してるし、嫌やな。怪しそうっす。怪しいっす。はい、ありがとうございます。何をしたんですか。行きました行きました。1万円のあ、なるほど。ありがとうございます。一番多かったけど。めちゃめちゃいい天気やないですか。やばいっす ね。最高っすね。天童博日和です。最高。完璧っすね。これが雨やったらもう俺嫌や。いや、帰りましょう。風呂行って帰りましょう。風呂行って帰りましょう。うわ、すげえ。しばらくロードっすね。あっち、はい、あっちずっと歩いていく感じっす。よいしょ。これなんすか、これなんすか。これ GoPro っす。 GoPro 初めて、初めて初めて。嘘でしょ。そんなことないでしょ。大きいじゃん、お前。こんなもんすよ。ティッシュ、ティッシュケース、ティッシュケース入ってます。あったけ。しゃ、じゃあ9時、宝来駅出発です。はい、いい天気ですね。いい天気ですね。カメラ回ってるんで。カメラ意識して。今日はいい声出さないと。マサルさんと、はい、サトルさんと登ります。はい、お願いします。お願いします。なんか簡単に紹介とかあったら先やっといてください。トリプルクラウンのサトルさんです。いや、違います。あの、噂の電気屋です。マサルさんのお店を手伝ってるいただいてる電気屋さん、はい、今日テント泊初と初です。今日はサトルさんのテント泊を見守る会です。そうです。デビュー戦でトリプルクラウンのマサルさんです。いや、もうそんなのいいんですか。そうですね。いつもこの謙虚な感じ。歩くだけやから。歩くだけです。マジでこれと同じやん。いやいや、それがすごい。すごい。一緒やから。ちょっと自販機蓋しかない。僕買っといていいですか。あ、じゃあカメラも。ありがとうございます。すいません。りょうくんがなんか水忘れたみたいなんで。水一切もどれにしますか。あ、でも全部100チェリオやから。水、あ、水ね。水とじゃ買っとこうかな。これどれぐらい入ってんの。ここでも顔入ってんの。あ、これみたいに。あ、それみたいです。あ、はい。これ多分めちゃめちゃ編集されるんやろな、これ。そうっす。おい、おい、まだラムダギリせえ。ギリせえ。日本もいらんから。琵琶湖テラス行きますもんね。うん、通るから。うん、お茶しよう。あ、ここでお茶しましょう。うん、これまた何か買ったの、これ。どうですか。そうなんですよ。いや、もうね、あげてたね。え、これ画面暗くなっても撮ってる。そう、撮れてます。うんと、省エネモードです。すぐなんか買うからね。そうなんです、はい、怒ってください。え、罵倒してください。いや、それはもう YouTube で稼いでるから。いやいやいや。月200万だったっけ。月2万っすよ。頑張らなきゃいけないね。簡単でよかったかな。歩くときは。あ、GoPro 忘れてんね。置いてる。撮ってんの。今撮ってます。あ、言ってよ、言ってよ。あ、言うよ、危ない。忘れてんのか、誰か忘れてんのか。一回キャンプ場に忘れて、このまま置き取りして、そのまま車乗ってますよ。なんでやねん。ほんで、道半ばぐらいで気づいてやべえと思って倒れてました。倒れてました。暗やから。そうなんです。まあ、暗やし、やってることはそっちで忘れる。もうユーチューバー、あれマジか。飲んだんですよ。あ、見たことある気がします。はい、ベランツァーナです。この前買ってきてもらったけど、それは作業着でした。てか、だいたいこれしか着てない。
9時50分、はい、林道歩きを終えて今から下ります。登りますよ登りますよ。もうずっとそういうこと言ってるから。じゃあ山道ですね。じゃあ隊長、はい、僕取っとくんで。ありがとうございます、はい、ここから数分で薬師の滝という滝にぶつかるので、それを見てからですね、見てから小太郎峠の方に、はい、行きましょう。からのからのもうやめてください早いな早いな。なんかね、中学ぐらいの時はそういうのどんどんやってたんですけど、うん、なんか家庭持ち出してからね、あんまふざけなかった子供にかっこ悪いとこ見せられないみたいな味噌汁笑顔すげえな、 GoPro こんなちっこくて。バッテリーの組やばい。あ、やっぱそうなんや。一応5個持ってるんですけど全然足りないです。え、それでこの一発ですかね。はい、マジで多分足りないです。てかモバイルバッテリーで充電して、テントで充電してって感じですね。あ、ソーラーのバッテリーとか使ったことある？あ、ないです。あれどうなんですか？それを聞きたくてさ9時55分、薬師の滝です。どうぞ。ここくぐるとこだけ取っとこうよし、よいっす。撮ってますよ。投げてから撮ります。撮りますあの駅ってさ、どの辺が駅なの？さっきの駅がもう湖岸ではない。いや、割とでも湖岸沿いっすよ。もう、あ、じゃあ結構あ、ね、結構来てますね。そんなに、はい、湖西線の駅はあの辺からずっと湖岸沿いになるんで。そうやな、はい、結構あれできました。結構来ました、肌感覚でも20キロぐらい来たんちゃう。言っていいですか、実際の距離。ええ、4キロです。何ですかまだ3分の1。でもここが一番ね、しんどいから。そうです、ここ超えたらもう今日の今日の確信はこの9と、まあ、なんか兄貴一気に行っちゃおう。行きましょう。止まると止まると、そうですね、撮りますって言ってない。あ、撮ります撮りますっていう習慣がマジでないからこんにちは。こんにちは。おい。お腹すいたな。多分食べたら元気出ます。出る出る。おにぎり握ってきたんですか。いや、握ろうと思ったんやけど。はい。朝早すぎて。いやいや、昨日夜遅すぎて。あ、そうなん。遅すぎて言うと。2分。小女郎峠です。で、こっちからこっちに行くね。そうですね。北の方に。あれが琵琶湖大橋ですね。ですね。はい。佐藤さん、ご褒美待ってるよ。あ、僕らこう見たけど、こっちちょっとこう琵琶湖広がってるんだよな。そうですね、こっから。遠くから見えただけ。はい。いい感じですね。いい感じや。すいません。端。11時25分2時間半ぐらいですね、駅から。この前あれ、こっちの池ちょっと見たことある。お母さんと弟と、小女郎池、小女郎池向こうからなんか山行くことも考えず夜に出て、はい、足どうする、はい、このテラスでご飯食べよう。はい、あ
あ、いいやんって言って、めっちゃ朝早起き、はい、登る、山登るつもりで、はい、で、行ったら渋滞するやん、はい、で、着いたらさ、時間ないやん、ゴンドラ乗るやん、はい、上めっちゃ行列、何もかんどりあ、じゃあせっかくやったら違うからここからめっちゃ綺麗よね、こっから綺麗ですね、こっからもう、全く風ない急になくなりました あ、見えた、蓬莱さん撮りますはい素晴らしいです、この景色、素晴らしいですね、はい、いや、いい天気でよかった、ほんまそんなめちゃめちゃ寒くもないですね、ねえ、テントデビュー日和ですね、そうですね、ね、今日テント初めてなんでいやいや、もう何百回と下手しい何千回といや、何百回やろあれね、ゴンドラ乗れるんですよ、え、どこまで、あこから下までは乗れるんですよ、え、無料で、無料で、そうなの、そうなんですよ、え、ずっと回ってるの、回ってるんですよ、あこはね、前知らんかったんですけど、うん、近く行ったら乗ってくださいって言われて、うん、何も見せずに、うん、なんか最初の麓から山頂まではゴンドラ兼ねるじゃないですか、うんうんうん、なんかね、そこはいらないですよ、なんでかわかんないです、そうなんや、はい、あのゴンドラっていうかあれあんな感じ、リフトですね、スキーのリフトみたいな、うんうん、あのワンセクションだけ乗れるんですよね、なるほど、はい、なぜか、うーん、ドキドキしますよ、乗りましょう、ね、楽しいですからね、楽な方、はい、楽な方にね、そうそう、楽しいが待ってる、足ブラブラさしたいですねカトロさんの体力を作れた温存さ、温存工程的にはまだ半分いってないですかまだいってないですか、いってないです、まだも、まあどこでもいい、はい、どこでもいいし、まあ、水問題がちょっと、はい、はい、水漏れしてみた、まあ上りはもうほぼ終わりと言っても、まああれほどの、はい、過言ではない、この辺一番高いのとか、広いのが、そうですね、こんな広いの、すげえ、初めてです、琵琶湖、あ、琵琶湖、上から見るのは初めて、で今日めっちゃ綺麗ですね、すごい、今日は綺麗や、綺麗やね、青が深いですね、まあ曇ってっかな、おい青が深いですよ、すげえ綺麗、綺麗だね、あ、あまり景色はどうでもいい、全く景色すごい、結局景色の写真ってなんか見返した、撮ったとてやねんな、そうなんですよ、1ヶ月後整理してるときに消える対象になるんです、いや綺麗、ほんまに綺麗やわ、なかなかあれですね、琵琶湖を見てきた中でも見れない綺麗さっすよ、やめてください、寄らんといても、3回行ったかな、この辺2回か3回しか来たことない、あ、そうなんです、うん、でも逆にあんま来てない方が覚えてますよね、あ、何回も来てると薄れていくというか、でもすごい綺麗、琵琶湖の上って水をやってんの、そこやってますね、あ、そ、あそこですよね、琵琶湖、琵琶湖バレー、うん、冬になったらスキー場、そうだね、はい、でもすごいとこやな、だって湖見ながら確かに、そうなんです、滋賀県のいいとこはどこにいてもやっぱり琵琶湖が見れるこの開放感、いや僕もね、滋賀県で生まれ育って、うん、今京都に住んでるんですけど、うん、やっぱりなんか閉塞感というか、うん、やっぱり京都にいると、なんかなんとなく別に静かなとこなんですけど、うん、やっぱりこの琵琶湖がない分、建物同士が近いんで、はい、この開けた感じはやっぱりね、滋賀県独特なんで、山がない方を見りゃ琵琶湖は、そうなんです、そういうことなんです、確かに、いや、昨日僕リモ行ってる時にも、はい、この辺通ったけど、いいとこやなと思うな、でも日本一周してたら琵琶湖邪魔じゃないですか、なんかもうここ突っ切ったらいや、じゃあ僕大阪から出て、はい、太平洋上がって、はい、日本海が降りて、はい、その時に滋賀に行ってなかったから、はい、どっからやったかな、福井から、あー、あっちの
で、はいはい、京都に入って兵庫の日本海通って行ったけど、はい、滋賀まで来たらさ実家枚方やからさ、はい、枚方まであと89とか出んのに、はいはいはい、すげえ悩んだよね。帰ろうか、帰れるみたいな。一回帰ろう。ここ帰ったらあかん気がする。そこで、はい、琵琶湖が阻んでくる。ああ、なるほど。これをこう回ってかなかった。なるほど。感謝しますよ。そうですね、うん、僕は一回帰りましたから、日本一周中折り返しで。こんにちは。帰るパターン。一回帰りました。帰ったら今までのこういろんなこう溜めてきた、そうなんですよ、そうなんですよ、元気玉みたい、出来上がった玉がどんどんまたテカリを失っていく感じ、磨いてきた泥団子が一回、そうそうそう、やっぱ溜め続けた方がいいんだ。そうなんですよ、間違いないです、うん、旅団子がね、旅団子がね、うん、ちょうどあの真夏やったんで、これ一回秋まで待ったら帰ってきやぞと思ってまんまと実家帰りました。え、何ヶ月パスタ期間は4ヶ月半ぐらいですね。え、それで全部回った？いや、41都道府県ぐらいですね。北海道も沖縄で。沖縄行ってないですよ。あ、北海道、九州も行った、ね、九州も全部行きました。何をそんなに急いでたんだよ。そうなんですよ、いや僕やからね途中からなんかこう惰性になってきてる感じがして、今思えばもったいなかったんですけど、まあまあ、その時の自分は、うん、そうしたかったんやから、うん、まあそれでいいやろってことで、うん、まあなんか今となっては全部撮ってますよ。喋んな思ったそう、今となってはいい思いです。そうだね、はい、こんにちは。こんにちは。まあ今過去の自分に言うならもっとゆっくり回っとけって言いますけどね、はい、家帰りたかったもありますかね。そんな帰らなかった理由がなかったです。こんにちは。こんにちは。単純になんかやっぱ非日常が日常になるじゃないですか。なるね。ってなるとやっぱ家でゆっくりテレビ見たいなとか思い出してきて。なるほどな。11時52分、オーライさん、オーライさんで賑わってます。賑わってるね。賑わってますね。乗れんの、なんか止まってますね。やってないんか。あれ山頂の標識ですか。あれ山頂の標識それです。山頂自体は山頂あれっすよ、多分一標識はある。三角点はあっちなんですよ、うん、こっちにもある。いやうわ、これ乗れると思ってたからしんどい乗れへんやん。あ、そっか、そこうやった。はい、お前乗れへん。乗れ、止まってる。どっちが早いかこれなんかやってますね。あ、お昼食べますか。食べましょうか、風もあんまないし、ね、うん、やってんよね。この時間でゴールってめっちゃ早くない。早いですねドラッグケミカルブロッドあいや、そんなん嬉しいじゃないですか黒板、それとで面白いですね。